ハバーガル、ブライアン・ハバーガル、ブライアン英国の作曲家、音楽評論家。本名は、ウィリアムだが、地方の聖歌作者に習って、ハバーガルと名乗るようになった。再評価が始まった1950年代から1960年代にかけては伝説的存在だったが、その間にも、ベートーベン以降で、類のないほど、おびただしい数の公共曲を作曲し、 長い一生の間に、ほとんどすっかり無視されながらも、創作に執念を燃やした。現在でさえ、ブライアン作品は一つとして、頻繁には演奏されてはいないものの、初期に成功をつかんだ後で無視にあった、芸術家のうち、これほど多くの芸術的かつ野心的な作品を、長きにわたって創作し続けた者は、ほとんどいない。スタッフ,フォードシャー州北部のストーク・オントレンと生まれ、 イギリス人作曲家には珍しく、労働階級の出身である。小学校卒業後、望みの仕事に就くことができず、独力で音楽の処方を学習する。しばらく、チェシア州のオットロードチャーチで、教会オルガニストを務める。1895年に、エルガーの合唱曲、オラフ王の佐賀からの、情景シーンズ・フロム・ザ・サーガ・オブ・キング、オラフのリハーサルに接してから、 アール・シュトラウスやイギリス人作曲家による新作音楽を熱心に支持するようになった。音楽祭への出席を通じて、ほぼ同世代の作曲家、グラン・ビル・バントックと生涯にわたる友情を築くようになる。1907年にイングランド組曲第1番が指揮者ヘンリー・ウッドの注目を引き、ロンドンのプロムスで上演されると人よにして成功を収めた。するとブライアンは、 出版社を獲得して、さらにいくつかの作品を上演することができた。なぜブライアンがその後も躍進を続けることができなかったのかというと、議論の的になるのだが、ことによると、人見知りする性格や、大っぴらな場所での自信のなさのためかもしれない。いずれにせよ、上演の要請はたちまち立たれてしまった。この時点で20世紀のイギリス音楽における、異例な展開が、 ブライアンの人生を変えることになったということは、よかれあしかれ明白である。ブライアンは、地域の裕福な実業家、ハーバート・ミントン・ロビンソンから年金500ポンドを提供されて、すべての時間を作曲に捧げることができるようになった。どうもロビンソンはブライアンに、すぐにも成功をつかんでもらって、作品の力によって、経済的に自立してもらおうと期待したらしい。だが、 これは全くの見込み違いであった。しばらくブライアンは、たくさんの野心的な合唱曲や還元楽曲の対策に取り組んだのだが、急いで作品を完成させなければならないという危機感を持つことがなくなり、それまで味わったことのない凶楽に、例えば値たいの春美食やイタリア旅行に溺れるようになっていった。ついに金銭をめぐる異世や若い女中との常時によって、 ブライアンの結婚生活は崩壊に至った。ブライアンがロンドンに逃げると、ロビンソンはその出来事にひどく腹を立てたにもかかわらず、存命中はずっと資金を提供し続けたが、手当の大半はブライアンの別居中の妻の元に渡った。ブライアンの不倫は一生続いたのである。次第にブライアンはまた作曲するようになり、しかも石品を洗うごとしの状況で、 音楽関係の仕事、例えばシャフや編曲、音楽雑誌、ムシカルオピニオンへの寄稿などを受け入れるようになる。ブライアンにとって、成功は無縁のものだった。たとえ軍務が短く、バカバカしく、それによって、最初のオペラ、トラザ・タイガーズの題材を得られたにしても、ブライアンは1920年代になって、やっと公共曲に振り向いた。 そのうち一つが初演されたのは1950年代になってからだったが、それまでにブライアンは10曲以上の公共曲を書き上げていた。これは作曲家で BBC の音楽プロデューサーだったロバート・シンプソンの発見のおかげであり、シンプソンはエイドリアン・ボールトにブライアンの公共曲第8番を取り上げるように1954年に依頼したのであった。これ以降、 ブライアンの別の22の公共曲や、いくつかの商品が見直されるようになった。1961年に、ブライアンの現存する最大の作品である、公共曲第1番、ゴシック公共曲が、ウェストミンスターのセントラルホールにおいて、アマチュアの演奏家を交えつつ、ブライアン・フェアファックスの指揮によって初演され、1966年には、完全に、プロの演奏家により、 ロイヤル・マルバート・ホールにおいて、ボールトの式で上演された。どちらも、シンプソンの尽力の賜物であった。校舎の上演は、実況中継され、多くの人々がその夜ブライアンの音楽を初めて耳にした。これは、かなりの反響を巻き起こし、6年後に作曲者が死去するまでの間、ブライアン作品のいくつかが上演され、最初の商業録音も登場するようになった。 作曲者の死後から数年すると、まだシンプソンが BBC に影響力を持っていた間に、ブライアン作品への関心がよみがえり、たくさんの録音や演奏が行われるようになった。2冊の伝記や、ブライアンの公共曲に関する三巻の研究書も発表された。ブライアン作品の名声は、決まって熱狂的支持者の間に限られており、決してボーン・ウィリアムズなどの域には及んでいない。 ブライアン作品のうち若干のものしか出版されておらず、ブライアン作品の無視は相変わらず続くことになりそうである。それに十分にリハーサルされた演奏や演熟した解釈による演奏は数少なく、ブライアン作品の進化を判断することが今もなお困難である。ありがとうございます。